カサブランカ、カサブランカは1942年製作のアメリカ映画、第二次世界大戦にアメリカが参戦した翌年の1942年に製作が開始され、同年11月26日に公開された物語の設定時点の1941年12月時点では、親ドイツのビシー政権の支配下にあったフランス領6個のカサブランカを舞台にした、 ラブロマンス映画。監督はマイケル・カーティス。配給はワーナー・ブラザース。1941年12月、親ドイツのビシー政権の管理下に置かれたフランス領モロッコの都市カサブランカ。ドイツの侵略によるヨーロッパの戦災を逃れた人の多くは中立国のポルトガル経由でアメリカへの亡命を図ろうとしていた。アメリカ人男性のリク。 ハンフリー・ボガートは、パリが陥落する前に理由を告げずに去った恋人イルザ、ランとイングリッド・バーグマンと彼が経営する酒場カフェアメリカンで偶然の再会を果たす。パリの思い出であるアズ・タイム・ゴーズ・バイが切なく流れる。イルザが店を去って、再び過去の痛みに苦しむリック。イルザの夫で、 現在はドイツに並行されたチェコスロバキア人のドイツ抵抗運動の指導者、ビクトル・ラズロ、ポール・ヘンリードは、現地のオールグと接触、脱出のチャンスを伺っていた。フランス植民地警察のルノー署長、クロード・レインズは、計算高い男だが、流れに逆らうように異教で生きるリックにシンパシーを感じ、かつてスペインのレジスタンスに協力したリックに、ラズロには関わるなと釘を刺す。 現地司令官であるドイツ空軍のシュトラッサー少佐はナツローを市内に閉じ込める。イルザは夫を助けられるのは闇屋のウーガーて、ピーターローレからビシー政権の発行した通行証を譲り受けたリックしかいないと必死に協力をお願いする。そして通行証を渡そうとしないリックに重厚さえ向ける。しかし引き金を引くことができないイルザ。 二人は、お互いの愛情を確かめ合う。リックは、ラズロとイルザが、通行証を欲しがっている事実を、ルノー所長に打ち明け、現場で、ラズロを逮捕するようにと耳打ちする。手柄を立てるために、約束の閉店後の店にやってきたルノーだが、リックの本心は、二人を亡命させるために、ルノーを空港まで車に同乗させて、監視の目を欺く点にあった。 シュトラッサーを撃ち殺してでも彼女を守ろうとするリックは過去の痛みに耐えていた彼ではなかった。愛を失っても大義を守ろうとしたリックを前にして実はレジスタンスの支援者であったるのは自由フランスの支配地域であるフランス領赤道アフリカのブラザビルへ逃げるように進めて見逃すことにする。二人と連合国の未来に希望を持たせながら彼らは よい闇の中へ消えてゆく。カサブランカが制作された1942年はアメリカにおいて映画産業が戦時体制の重要な柱の一つとされた年である。1940年代前半はスタジオシステムと呼ばれた制作、配給、上映への資本統合が継続していた黄金期である。ハリウッドの映画資本は政府側の戦時要請よりも 理順追求を優先していたが、第二次世界大戦へのアメリカの参戦により、協力体制を取っていくことになる。この背景には、アメリカ映画の主要な海外市場であった、ドイツや日本などの数軸国がアメリカと、交戦状態にあった上に、多くの市場がこれら数軸国による占領により、閉ざされた点もある。さらに当時のアメリカ、そして、イギリスをはじめとした、 連合国はいずれも各地でドイツや日本に対して配色が濃く、そうした中で映画を通じて国民の戦意を鼓舞する必要もあった。さらにスタジオシステムが独占禁止法違反であると裁判で負けるのが確実になってきた点もある。また大恐慌の余波が襲っていた1930年代、後半の孤立主義や怒りの武道、1940年のような名もなき。 労働者への参加は終わろうとしていた。時代の要請により、アメリカ人もヨーロッパへ関心を持たざるを得なくなっていた。また戦争は、大衆の好むメロドラマの枠を広げるには、格好の題材でもあった。評論家にも、会議的な孤立主義者が、大義に目覚めていく姿が、アメリカを投影しているとする見方がある。山本武都や里見治といった。 マスメディアと戦争の研究者は本作とかつて存在した政府機関である戦時情報局が主体となったホワイトプロパガンダと呼ばれる宣伝工作との関連を紹介している。ただし山本里美はカサブランカとの関連を指摘するのみで根拠となる事実を挙げていない。ルーズベルト大統領を中心に政府機関トップを横断した心理選挙区は その活動をはじめ、セクションの一つである陸軍でも、ジョージ・シー・マーシャル参謀総長の強引な命令により、フランク・キャラが責任者にされた。ジュリアスとフィリップのエプスタイン兄弟も、本作の脚本を途中にしたままワシントンへ移り、プロパガンダ映画、ホワイウィ・ファイトへ借り出されている。対戦後は再び、アメリカ映画がヨーロッパ諸国で配給されるが、 マーシャルの名前が付けられた欧州復興支援、マーシャルプランにより売り上げをアメリカへ持ち込めなくなった。これも一員としてヨーロッパロケの映画が制作される。ローマの休日、1953年もその一本だが本来はキャプラが監督するはずだった。戦争中は戦意紅用映画を作らされ、大戦後は冷戦の影響により、1948年により、 始まった赤狩りの猛威にさらされたハリウッドで自信を失っていたキャプラはハリウッド圏のドルトントランボの脚本として友人ウィリアム・ワイラーへ譲った逸話がある。その後、リベラル派の多かった戦時情報局は1945年の戦争終了時に国務省に統合されることになる。制作のハルビー・ウォリスはアフリカを舞台にした教習漂うラブロマンスを意図していた。 高校教師であったマレー・バーネットとジョアン・アリスンによる上演されなかった戯曲、皆がリの店にやってくるをスクリプトとして、ボリスはワーナーで制作を始めていく。監督のマイケル・カーティスは、ヨーロッパでのキャリアもある、ユダヤ系ハンガリー人、カメラ、メインのアーサー・エディソンは、西部戦線以上なし、1930年でアカデミー、撮影賞を受賞しているベテラン。 脚本に参加したハードコッチは宇宙戦争、オーソンウェルズによるラジオ放送に参加した劇作家である。ハリウッドは以前からヨーロッパの映画産業から人材を引き抜いてきたが、この時代にも戦地を逃れた思想家、作家、写真家といった多くの人間が集まり、互いに影響を与え合っていたとされる。本作の俳優もスウェーデン出身のバーグマン。 オーストリア出身のヘンリードがいる。イングリッドバーグマンへの出演オファーは次のようなものだった。ハル・ウォリスが動いている間に、ワーナー側は主役のリック役をボガートから別の役者へ振り返ようとした。その中にはロナルド・レーガンの名も上がっていたが、会社の動きを悟ったハル・ウォリスは再びボギーを主役に持ってきた。クランクインの段階で脚本は完成しておらず、 書き上げられたシーンを片端から撮影していくという方法が採用された。エプスタイン兄弟はキャプラに引き抜かれる形で、ワシントンに移り戻ってるまでの間は、ハワードコッチカズトに責任が負わされることになる。この混乱にボガートはイラついて、楽屋でぼやいていた。脚本の上がりによって、出番が決まるため、ボガートの撮影がない時も珍しくなかったが、今日の出番は一度だけ。 向こうからこちらへ歩いてきて、うなずいてくれればいいとカーティスから指示された。それは一体何のシーンで、何に対して、うなずくんだと聞いても、カーティスにもそれはわからないということだった。この時撮影されたカットは、リックのカフェアメリカンで、客たちが、ラ・マルセーエーズを合唱するシーンで使用されたと、言われている。ラズロを演じた、ポールヘンリードは、祖国。 オーストリアやイギリスの混乱にも悩まされていたが、大体亡命しようかと切羽詰まった女連れの男が、映画から出てきたような、白い朝の背広中着る余裕はないだろうとイラついて、楽屋でぼやいていた。バーグマンの演じるヒロインが、ボガートとヘンリード、どちらと結ばれることになるかも、撮影直前になっても決まらなかった。ヒロインの気持ちがわからないため、監督にどのようになるのか聞いたが、 監督は木で花をくくったような対応をした。そもそも芸術家タイプに惹かれるバーグマンを徹底した職人のカーアーティス監督は最初から嫌っていた。このようなことはバーグマンをして本当に困ったと途方に暮れさせた。結局、二通りのラストシーンを撮影して良い方を採用しようということになったが先に撮影した方がスタッフの評価も高くそのまま使用されることになった。 これが現在知られているラストシーンである。バーグマンはこの映画を失敗作と考えて長年忘れ去っていた。1974年にバーグマンがロサンゼルスでの公演に招聘されたが、その公演前にこの映画が上映された。映画が終わり、演壇に立ったバーグマンは、こんなに良い映画だったんですね、と述べた。ラブロマンス映画ではあるものの、 アメリカも参戦した第二次世界大戦における国際関係と対立を中心において制作された作品であることもあり、上記のようにプロパガンダ的要素がふんだんに割れている。作品内ではアメリカの敵国の一つであったドイツ人を徹底的に悪役として扱っているだけでなく、ドイツ軍に占領されたフランス本土と北アフリカや 普通両インドシナなどのフランスの植民地を通していた、新独政府であったフィリップ・ペタン率いるビシー政権を暗に非難しつつ、ビシー政権に抵抗していた自由、フランスを支持する反独シーンが多く登場する。ドイツの同盟国のイタリアは、カサブライカ駐在のイタリア軍将校が空港にシュトラッサー少佐を迎えに行く者の,の相手にされないなど、軽んじて扱われているが、一方、 カサブランカの市場を仕切っているとされるイタリア人事業家のフェラーリがリックの潜在的な協力者となるなど軍民で相反する扱いとされている。数軸国のもう一方の主要構成国の日本は太平洋や東南アジア戦線はおろかインド洋やアフリカ東海岸戦線からも遠く離れたカサブランカを舞台にした上ストーリーとは かけ離れてしまうためにこの作品内では扱われていない。なお、映画の公開直前の1942年11月8日に、イギリス軍とアメリカ軍により、北アフリカのビシー政権統治下のフランス領に対する上陸作戦である統治作戦が開始され、11日にはカサブランカのビシー政権軍が降伏し、カサブランカは自由フランスと連合国軍の手に、 渡っている。九百四十三年に第十六回アカデミー作品賞を受賞。監督のマイケル・カーティスは監督賞を脚本のジュリアス・ J. エプスタイン、フィリップ・ G. エプスタイン、ハワード・コッチの三人が脚色賞を受賞した。文化的、歴史的、芸術的に重要なフィルムを保存するために、九百八十九年に始まったアメリカ国立フィルム登録簿。 ナショナルフィルムレジストリで最初にセレクトされた25本の1本である。アメリカ映画協会が1988年から始めた AFI アメリカ映画100年シリーズでは以下の通りである。アメリカ映画ベスト100、1998年の2位、スリルを感じる映画ベスト100の42位、情熱的な映画ベスト100、2002年の1位、アメリカ映画主題歌ベスト100、 2004年の2位、アズタイム・ゴーズ・バイ、アメリカ映画の名セリフベスト100、2005年の5位、ヒア・エス・ラー・キング・アット・ユー・キッと君の瞳に乾杯、感動の映画ベスト100、2006年の32位、アメリカ映画ベスト100、10周年エディション、2007年、では、順位を一つ落としたものの3位。公開後80年近く経ってもなお、不滅の人気を誇るロマンスフィルムである。 なお、映画スターベスト100、1999年の男性1位に、ハンフリー・ボガート、女性4位に、イングリッド・バーグマンが選ばれている。また、ヒーローと悪役ベスト100、2003年の4位には、ボガートの演じた、リックが選ばれた。米客本家組合は、1930年以降の映画の中より、偉大な脚本歴代ベスト101の1位として、選出た。 なお、制作サイドも、戦時情報局も、この作品は、プロパガンダ映画であるとは、正式には一言も表明していないものの、上記のような、明らかな半数軸国、ドイツとビシー政権シーンが、大くりばめられていることもあり、アメリカのエンターテインメント業界史である、バラエティ氏は、当時この映画を、見事な半数軸国プロパガンダであると評している。 アメリカ映画協会選定のアメリカ映画の名セリフベスト1002005年の中に以下のセリフがランクインしている。本作は作品中に著作権表記があるものの公開時期が古くリニュー著作権更新手続きが行われなかったことから公開当時のアメリカの法律、方式主義により権利放棄とみなされアメリカにおいてはパブリックドメインとなった。 ワーナーブラザースはオリジナルネガフィルムから制作したデジタルリマスター版の正規版 DVDBD をワーナーホームビデオから発売している。また、日本では著作権の保護期間が完全に終了。公開後50年と監督没後38年の両方を満たすしたことからパブリックドメイン DVD も複数の会社から発売されている。 2009年11月から2010年2月には宝塚歌劇団中組の公演により世界で初めてミュージカル化された。脚本、演出は小池周一郎、主演は大空夕日。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。